うまくいく人は声を磨いている。こんにちは。金持ち本100冊を読んでわかった50の黄金ルールを書いたアッキーです。それでは今回は、うまくいく人は声がいい、人に好かれるいい声を手に入れるための最高のメソッド56について解説していきます。高い声、低い声、張りのある声、信頼されやすい声など、声にはいろんな種類があります。あなたは自分の声をどんな声だと思っていますか？そしてもし思い通りの声を出せるのであれば、どんな声になりたいですか？実は少しのコツさえつかめば、どんな人でも理想通りの声を出せるようになります。犯罪の捜査では、指紋と同じように声紋が使われることがあります。このことからもわかりますが、声は一人一人違います。あなたの声はあなただけの唯一無二の声です。そのため、あなたがあの人と同じ声になりたいと願っても、同じ声になることはできないです。ただし、声が持つ魅力や説得力、信頼性などはあなたの望み通りに手に入れられます。今回の動画では、声に関する知識を8個のポイントにまとめています。ぜひあなただけの声を最大限に生かして人生を変えてください。今回の動画を見て参考になった、面白いと思った人はいいねやコメントをお願いします。1個目、第一印象は声で決まる。初対面の人と会うときはどんなことに気をつけていますか？おそらく服装や髪型、顔の表情に気をつける人が多いと思います。人は見た目が9割と言われることもあるため、見た目はやはり重要です。ただしその見た目と同じくらい声も第一印象に影響します。初対面の人と会ったとき、誰もがこの人はどんな人だろうと五感のすべてを使って判断します。そんな状況で清潔感があり綺麗な顔立ちをした人の発した声がボソボソと暗い声だったとしたら、あなたはこの人に対してどのような印象を持ちますか？あれ、イメージと違う、見た目は素敵だけどなんだかちょっとと思いませんか？そして逆に、見た目が素敵な人の声が張りのある素敵な声だったとしたら、やっぱり素敵だと、あなたはその相手により良い印象を持つはずです。これこそが声の持つ力です。第一印象は見た目が9割ではないです。第一印象は見た目と声が9割だと考えてください。あの人は話さなければ素敵なんだけどと言われる人がいます。この話さなければが指す中には、話す内容だけではなく話し方や発する声も含まれています。あの人は信頼できると言われる人にボソボソと暗い声で話す人はいますか？見た目と声で相手に与える印象は決まります。だからこそ、見た目と声が変わるだけであなたの人生は大きく変わります。ただなぜか声は軽んじられることが多いです。服装や髪型に関して TPO を意識しない人はいないです。お葬式に派手な私服で参加したり、結婚式にサンダルで参加する人はいないです。ではあなたは、見た目と同じくらいその場に適した好印象を与える声を意識できていますか？もし常に意識できているか不安だと思った人は、今日からもっと自分の声に意識を向けてください。声は見た目と同じくらいあなたのイメージに影響を与えます。2個目、印象は見た目、キャラクター、声の3つで作る。人から好印象を持たれるには、見た目、キャラクター、声、この3つが大切です。まず見た目に関しては、どんな時でも清潔感は必要不可欠です。それに加えて、TPO に適した服装や髪型、表情を意識してください。次にキャラクターは、その場で自分はどんな人間に見られたいのかを意識するようにしてください。キャラクターは他人から作られるのではなくて、自分で意識して作ることです。そして声は、声の高さを意識することが大切です。声の高さを自在に操り、あなたがイメージしたキャラクターを作り上げてください。見た目、キャラクター、声、この3つを意識するだけであなたの人生は大きく変わります。例えばビジネスシーンにおいて、会議で発言をするときと部下に1対1で指導するときで使うべき声は変わります。プレゼンテーションや商談の中でも
冒頭の挨拶、説明、クロージングなど状況によって使うべき声は違います。友人との会話でも話の内容によって使うべき声は違うはずです。楽しく話をしているときに暗く低い声で相槌を打つ人とはあまり仲良くなれる気がしないはずです。どんなに見た目を整えていても使う声を整えていなければ相手に好印象を与えるキャラクターは作れないです。だからこそもっと自分の声を大切にしてください。そして自分の使う声にもっと意識を向けてください。3個目、姿勢、筋肉、声の高さで理想の声を手に入れる。その場に合わせた声を使う必要性は理解できたと思います。では実際にうまく声を使い分けるにはどうすればいいのか。その答えは姿勢、筋肉、声の高さにあります。この3つを意識することでその場に適した理想の声を出せるようになります。ちなみにここで重要なのは、理想の声とは言ってもあまりにも自分の地声とかけ離れた声を出そうとはしないことです。地声が高い人が必要以上に低い声を出そうとすると無理が出ます。地声が低い人が必要以上に高い声を出そうとした場合も同じです。理想の声とは自分以外の誰かの声を真似するのではなくて、自分の持って生まれた声の魅力を最大限に生かした声だと考えてください。その上で姿勢、筋肉、声の高さに意識を向けてください。声は喉で作られていると考えている人が多いですが、実は声は体全体で作られています。特にお腹周りは声に大きな影響を与えます。声を出すときは体の中に一本の軸が通るような姿をイメージしながら綺麗な姿勢を意識してください。そして全身の筋肉を使って声を出す意識を持ってください。あまり知られていないですが、プロの歌手はアスリートに近いトレーニングを行って全身の筋肉を鍛えています。声は喉だけではなくて体全体を使って出しています。この意識を持った上で自分の声に集中してください。自然に出す自分の声がどの程度の高さなのか把握してください。そうすればあなたは理想の声をうまく使えるようになります。4個目、腹式呼吸、共鳴、声の筋トレについて。理想の声を出すためには腹式呼吸、共鳴の2つを意識した上で声の筋トレを行ってください。腹式呼吸と聞くと実際にやるのは難しいという人がいますが、全然難しく考える必要はないです。腹式呼吸の仕組みは非常にシンプルです。お腹から息を送り出してあげる。腹式呼吸で求められるのはこれだけです。胸や肩が動いていないかどうか、空気の通り道がどこなのか、腹筋の使い方や喉の使い方、体の硬直状態など細かいことは一旦忘れて大丈夫です。とにかくお腹から息を出すことだけに集中してください。その上で体全体を共鳴させて息を声に変えてください。この腹式呼吸、共鳴の2つが理想の声を出す土台になります。この土台ができたら次は声の筋トレです。先ほどお伝えしたように歌手はアスリートと同じような努力をして理想の声を出す体を作っています。声を出すときは喉の中にある小さな筋肉を使います。そしてこの小さな筋肉を全身の筋肉で支えます。そのためただ声を出して喉を鍛えるだけではなくて全身の筋肉を鍛える声の筋トレを行ってください。ちなみに声の筋トレを行えば音痴も直すことができます。音痴の原因は思った通りの音を出すのが苦手なことにあります。ただ声の筋トレを繰り返していけば音痴は改善されて的確な音が出せるようになります。何度もお伝えしますが、声の高さは相手に与える印象に大きく影響します。声の筋トレを行って理想の声を手に入れてください。改めてお伝えしますが、腹式呼吸、共鳴、声の筋トレ、この3つはどれが欠けてもいけないです。3つのバランスが大切です。最初から完璧にする必要はないですが、この3つは全て重要ということを頭の片隅に入れておいてください。5個目、3つのエクササイズ。理想の声を手に入れるために次の3つをやってください。理想の声を手に入れるために姿勢、呼吸、喉のエクササイズを行ってください。
お伝えするエクササイズはどれも簡単なものです。ではそれぞれ順番に解説します。まずは姿勢のエクササイズです。理想の声を出す姿勢は声の通り道がきれいに一本通っている姿勢です。そしてその姿勢を作るためにはリラックスすることと背筋を使うことが大切です。今からお伝えする姿勢を整える2つのエクササイズを実践して正しい姿勢を作ってください。まず正しい姿勢を作る1つ目のエクササイズは肩を上げてストンと落とすエクササイズです。やり方は腕を下に下ろしたままで肩だけぐっと上に上げる。そして次に肩の力を一気に抜いて肩をストンと下に落とす。これを5回繰り返すだけです。このエクササイズを行うと背筋は伸びつつ全身がリラックスします。続いて姿勢を作る2つ目のエクササイズは手を下に下ろしたまま体の後ろ側お尻のあたりで手を握るものです。お尻のあたりで手を握ったら5秒間ぐっと胸を張った後に脱力する。この2つのエクササイズを継続すれば1本の線が通った綺麗な姿勢を作ることができます。では次に呼吸のエクササイズです。呼吸を自在に操れるようになると声に安定感が生まれます。そして安定感のある声を出すには腹式呼吸が大切です。そのため呼吸のエクササイズで腹式呼吸を身につけてください。呼吸のエクササイズのやり方はお腹を膨らませながら息を吸う。膨らんだお腹を手で押してへこませつつ息を吐く。これを繰り返すだけです。腹式呼吸というとお腹に空気を入れる感覚を意識するように言われた経験がある人が多いと思います。ただこのエクササイズを行うときは空気がお腹に入っている感覚は実感できなくても問題ないです。空気が入っている感覚があってもなくてもとにかくお腹を動かすことを意識してエクササイズを行ってください。そうすることで感覚ではなくて体が腹式呼吸を覚えてくれます。そして自然と腹式呼吸ができるようになります。その結果あなたは安定した声を出せる呼吸を身につけることができます。では最後に喉のエクササイズです。先ほどお伝えした姿勢と呼吸のエクササイズの後実際に声を出して喉を鍛えます。喉のエクササイズのやり方は姿勢を整えてお腹を膨らませながら息を吸う。息を吸ったらリーッと3秒間声を出す。これを3回繰り返すだけです。ちなみになぜリーッと発音するといいのか、リーという音は自然と口角が上がりやすい音だからです。口角が上がると喉の緊張がほぐれて変な負担がなくなります。その結果体全体を使った発声ができるようになります。そのためこのエクササイズを行うときは声を出す際に自分の口角が上がっているか意識するようにしてください。姿勢、呼吸、声、この3つのエクササイズで理想の声が手に入ります。6個目、声を聞けば気持ちがわかる。声にはその人の感情や身の回りの環境が出ると言われます。例えば大家族で大きな声を出さなければ自分の主張が通らない、そんな環境にいる人は自然と大きな声を出す機会が増えます。そしてその普段の声は他の誰かと話す時にも現れるものです。逆に車の騒音すらしない静かな環境に身を置いている人は普段の生活で大きな声を出す機会は少ないです。そしてその環境は日常の会話のボリュームや声質に影響を与えます。さらに気持ちに余裕があってリラックスしている時に出す声と焦りがあって気持ちに余裕のない時に出す声は確実に違います。嬉しい時と悲しい時も出す声は確実に違います。このようにあなたの声はその時の感情や身を置く環境によって変わります。これはどんなに声の筋トレを行っていたとしても影響を受けます。焦りがあって気持ちにゆとりのない人の声、なんとなく心地いい声だとは思わないはずです。だからこそ常に理想の声が出せるようにメンタルコントロールを身につけてください。そして辛く苦しい環境には身を置かないでください。常に今の自分の状態と発している声を観察する習慣を身につけてください。7個目、大きい声ではなく通る声。人はボソボソと話す人よりもハキハキ話す人に対して好印象を持ちます。そのためビジネスの世界ではハキハキ話すことを心がけている人が多いです。ただこの時一つだけ注意が必要です。ハキハキ話すことと大きな声で話すことは全くの別物です。
確かに小さな声で話すよりも大きな声で話す方がハキハキ話せる可能性は高くなります。ただ大きな声は時に周囲に不快感を与えます。集中して作業をしている人は大きな声で話す人が近くにいると嫌な気持ちになります。そして大きな声は威圧的で不快感を与えることもあります。だからこそあなたは大きな声ではなくて通る声を出す意識を持ってください。優秀なリーダーが出す声には張りがあるとよく言われます。決して大きな声を出しているわけではないのに声に張りがあってよく通ります。大きな声には上品さを感じることはないですが、よく通る張りのある声には上品さがあります。周囲を魅力する力があります。ハキハキ話すとは大きな声ではなくて通る声で話すことです。このように意識をアップデートしてください。8個目、最高のエクササイズは歌うこと。歌が上手な人は魅力的な声の人が多いです。声が魅力的だから歌がうまいと思っている人もいますが、実際は違います。実際は歌がうまいから魅力的な声が出せます。歌の中には強弱を演出する緩急、綺麗に声を出すための呼吸法、思い通りの高さの声を出せる音程など、理想の声を出すために必要なあらゆる要素が含まれています。歌が上手い人はこの能力が高いから上手に歌うことができます。そのため日常でも声を自在に操って理想の声を出せます。その結果魅力的な声の持ち主になれます。トレーニングをすれば誰にでもいい声は出せるようになります。もちろんプロのアーティストのように人気が出るかどうかとなると努力しても難しい場合もあります。ただ日常レベルで素敵な声だと思ってもらえる、その程度のいい声であれば誰にでも出せるようになります。そのため自分には無理だと決めつけずにトレーニングをしてください。ちなみに理想の声を手にするための最高のエクササイズは歌うことです。今回の動画の中で姿勢、呼吸、声のエクササイズをお伝えしましたが、理想は歌を日常の中に取り入れることです。はじめは鼻歌程度の小さな声でも構わないです。もちろん大きな声で歌うことが好きなのであれば家の中で全力で歌ってみるのも悪くないです。歌うことで呼吸と声を自在に操るスキルが磨かれます。ぜひ楽しく歌って理想の声に磨きをかけてください。あなたの声はあなただけの武器です。その唯一無二の武器を磨いて理想の人生を手に入れてください。発する声で人生は大きく変えることができます。解説は以上です。今回の動画が役に立った、面白かったという人はいいねやコメントをください。